モイニハン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。下界サーバーグレーモイニハンが1929年に、除されたことに始まる。下界サーバーグレーモイニハンは1922年6月26日に、純男爵に除された。ついで1929年3月19日に、連合王国貴族として、ヨーク州リーズにおける、モイニハン男爵に少女した。 二代男爵パトリックは二度の結婚をし、前妻と後妻との間にそれぞれアンソニーとコリーンを設けている。その後、三代男爵アンソニーが1991年に死去すると、爵位は継承者不明となり6年ほど休止状態に陥った。アンソニーには5回の結婚経歴があり、4番目の妻と5番目の妻の間にそれぞれ男子としてアンドリューとダニエルを設けているとされていた。 しかし彼のイボテイコリンはこの着出関係には疑義があり、爵位の正当な相続権者は自分であるとして訴えを起こした。その結果、1996年に高等法院、カジブは4番目の妻エディサとの離婚は詐欺によりなされたものであり、それゆえ5番目の妻ジーナとの結婚は重婚罪を構成するため、その子ダニエルは非着出死であると判事した。この判決を受けて、 三大男爵と四番目の妻、エディサとの子であるアンドリュー・モイニハンに対して、貴族院特権委員会の要求による DNA 鑑定調査が行われた結果、三大男爵との血縁関係はないことが判明した。そのため、同委員会は1997年に、コリンが男爵くらいの正当な相続権者であることを認めて、以下のように結論付けた。その実情は、 三大男爵の着出子を名乗る二人の息子のいずれもその爵位の相続人たり得ないというものである。長男アンドリュー・モイニハンについては、貴族院特権委員会によって、彼は三大男爵の子ではないという趣旨の極めて決定的な DNA 型鑑定による証拠が示されている。また、次男ダニエル・モイニハンに関しても、本件証拠によって、彼が重婚によりなされた子供であり、 したがって、非着出子であることは、明確に立証されている。以上を勘案すれば、原告コリンモイニハンが正当な爵位の相続人であり、その訴えが是認されなければならないことに、疑いの余地のないことは明白である。なお、四代男爵コリンは保守党の政治家であり、1999年の貴族院法制定以降も貴族院に議席を置く92人の、 世襲貴族の一人である。一族と爵位に対するモットーは、雨上がりの陽光厳当種である第四代モイニハン男爵コリンモイニハンは、以下の爵位を有する。法定推定相続人は、厳当種の長男イーウェンバークレーモイニハン閣下原文は、ザットニーザーオブザツーサンズパーポーティング、ツービーザサンズオブザサードバロンキャン、インファクト、 be an air to the pairage, in the case of the elder, andrew, the committee was shown overwhelming, genetic evidence that he cannot be the son of the, レートロードもいなはん and so far as the younger, Daniel, is concerned, the evidence clearly shows that he is the child of a, big mass marichi and is therefore elegetamet, in those circumstances, it is, clear beyond doubt that the partitioner, コリン・モイナハン、マスト・ビー・ザ・ライト・ファル・エア・アンド・ザット・ヒズ・パティションス、マスト・サクシード。ありがとうございます。